さあというわけでドイツ3日目の最終目的地ラルーテデザインというところにやってまいりました。こちらは、ドイツ車を中心としたエアロパーツのメーカーになります。で今回こちら GLS のマイバッハと X6 デモカーを2台用意してもらったんでちょっと紹介させていただきたいと思います。まずこちらのマイバッハから、こちら全部このラルーテデザインのエアロパーツがついてます。もうこことあとこの下側とでちょっと見ていただきたいんですけれども、カーボンの目もちょっと特殊なものが使われてたりで、特徴としては非常にこうデザイン性が高く、フィッティングもよく見ていただきたいんですけど非常にいい。結構あの海外のエアロパーツメーカーってクオリティがバラバラで、あのちょっとフィッティングがイマイチなものも少なくないんですけど、こちらものは本当に僕らが見てももう全然純正と見劣りしないぐらい非常にフィッティングがいいエアロパーツになってます。でここのアクセントと下側とで下も見ていただきたいんですけど、ちゃんと全部袋になってて、下側も結構エアロパーツだとここで切れちゃってるのもあるんですけど、ちゃんと全部この下側までつながってて、純正のビス使って止めるような構造になってて、かなりしっかりした印象になってます。でこのカーボンの目もあのオーダーでいろいろ細かくできるみたいです。まあ、純正みたいな綾織りのものだったりとか、おそらく車によっては平織りなんかの設定もあるんじゃないかな。で、あとはエンブレムもこちらオリジナルのものが装着されて、もう外装コンプリートっていう感じになってます。まあトータルでプロデュースしてるメーカーなんで、このオーバーフェンダーのキット、こちらも全部今回黒くペイントされてますけど、ドライカーボン製になるそうです。で幅的にはだいたい10ミリぐらいワイドになってるんで、本当にわずかにワイドっていう感じなんですけど、全体的なシルエットがエアロと相まってすごくこう大きく力強い印象になってます。でホイールもオリジナルのホイールが装着されていると。で結構これがおなじみのエンブレムだと思うんですけど、ここのこれですね、これバージョンが先ほど見ていただいたボンネットのエンブレムになってます。でこっちバージョンのエンブレムもあるそうです。なので全部で3種類、まあ、好みに応じて選ぶことができるそうです。でホイールも結構純正チックというか、まあ、ザ・チューナーといった感じの、まあ、非常にシンプルでありながら、まあ、少し個性的な部分もあるデザインで、この天面がダイヤモンドカットになってるのかな、こんな感じので、基本的に全てのエアロパーツ、ヨーロッパの基準 TÜV に通ってるみたいなんで、まあきちんと安心して使っていただけるようなものになっているそうです。でこちらミラーカーバーも、これ結構需要あるんじゃないかなと思います。で当然マイバッハ GLS、共通だと思いますんで、まあ、これだけの交換なんていうのもおそらくできるんじゃないかなと。で結構ミラーカバーってこう R が大きいんで、カーボンの目とか結構ふにゃふにゃってなったりだとか、特にあのこの辺のフィッティングがかなり厳しいんで、本当に安価なものだとこう反ってきちゃったりとかふにゃふにゃってなっちゃったりするんですけど、このラルーテの場合だと非常に本当にカーボンのクオリティがいいんで、フィッティングがすごくいい商品になってますね。これこの辺なんか見ると特に分かるんじゃないかなと。でこの特殊な目も全く曲がってないという。そしてサイドスカートも、これおそらくここは純正じゃないかな、そしてここがラルーテのものになってます。これおそらく純正はメッキですよね。なんで、まあ、ブラックアウトとかとも相性がいいんで、まあ、こちらのパーツもちょっと人気が出そうな、こんな感じのサイドスカート。そしてあとリアも同様に1センチワイドのオーバーフェンダーがついて、まあ、前後ともにこのダクトデザインバンパー側がなってるんで、まあ、非常にアクセントにもなってかっこいいんじゃないかな。そしてあとは後ろに回ってくると、後ろも大胆に全部ディフューザー交換と、あとマフラーカッターが、そしてまあ純正のこのマフラーに合うようにエアロもデザインされてるんで、まあ、フィッティングもすごくいい感じになっております。でこっちのバンパー側の上の上部のこちらも交換タイプで、全部このカーボンの、はい、この細かい凹凸なんかも全部あるデザインで、非常にこのリアビューもすごく良くなる、こんなのが装着されていると。であとは一応ここにランプが追加されてるんで、一応こちらのデモカーの場合はブレーキ連動で光るタイプになってるんですけど、どうなんですか、日本の法規的に、まあ、ちょっと違う風にしたりとかっていうのももしかしたら必要かもしれないですけど、まあ、こんな感じになっております。はい、そしてなんとこちらの GLS マイバッハはボンネットもごっそり交換されているってことで、この形状すごくないですか。ここにこう段差があって真ん中へこんでるデザイン、
でラッピングされてるんでなんとなくちょっと質感分かりにくいんですけど、こちらも全部フルドライカーボンのフードになってると。なかなかこうマイバッハのボンネット交換っていうのは日本のイメージだとっていう感じだと思うんですけど、全体的にこう引いてみるとエアロパーツのこの押し出し感と相まって、この前回りが本当にすごくごつくなった印象、これ日本で走ってたら相当目立つんじゃないかなと、非常におすすめできるエアロパーツでございます。そしてこちら X6、 一番新しい X6 もこちらももうフルフルでエアロがついている状態になってます。でちょっと後ろからになるんですけど、リアのこのディフューザーの部分、あとこちらの、車両はマフラーカッター、これ純正を外してカッター部分を外して差し替えるタイプになってるみたいです。で結構ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、純正ってこう圧入してあるだけなんで、まあ、叩いてそのまま取れちゃうんですけど、それをこのカッターに変えてバンド締めになってるそうです。なんでもともと X6 って結構パワフルなサウンドするんで、まあ、ボリュームアップを狙わない方であれば、まあ、ビジュアルだけこれでアップできるんでかなりいいんじゃないかと。そしてこのテールもこの歯車みたいなギザギザとこの外側の2ピースなんで、まあ、本当にビジュアル的なその変えた感もある。そしてデズナももちろん調整できますんで、まあ、こんなのはかなりいいんじゃないかなと。そしてあとこちらも縦にこのランプが入ってるデザイン、これ多分純正の流用じゃないかな、こんな感じで。そしてあとはリアのガーニッシュも今ちょっと一部開発中ってことで、リアここエンブレムついてないんですけど、まあ、これも一応ラルテのパーツになります。で見ていただけると他のトップチューナーと同じように全部中心に寄っていくデザインにカーボンの目がなっております。そしてあとは X6M コンペティションなんで、まあ、純正のカーボンスポイラーついてるんですけど、まあ、それと合わせたちょっとエッジの効いたデザインでルーフスポイラーもこんな感じ でもちろんバリエーションいろいろあるんで、まあ、例えばルーフだけつけないとか、まあ、いろいろ組み合わせ次第でいろんなものが提案できるんじゃないかなと。で今回の車はこちらバンパーのこのアクセント、これ良くないですか。でここも特に見ていただけるとフィッティングの良さがおそらくお分かりいただけるんじゃないかと。でドライカーボンのパーツってあんまり基本的には大きく修正歪みとか直せないんで、まあ、この辺が製品の良さが伝わる部分じゃないかなと。まあ、今の車って結構センサーがついてて、まあ、ブラインドでこの中にこっち側を見るセンサーとかついてるんで、まあ、結構フルバンパーでの交換ができなかったりとかっていうのなんですけど、まあ、この辺アクセントをつけてあげれば純正バンパーのまま結構アグレッシブなデザインになったりするんで、まあ、この辺なんかも非常におすすめになってくるんじゃないかなと。であとは今回のこの X6M に関しては、まあ、ちょっと一部開発中ということで、まあ、ホイールなんかは純正だったりサイドスカートはなかったりするんですけど、でここもしっかりカーボンのアクセントがついて、これだからよくすげー考えられてるなと思ったの。純正のこのサイドギルをちょっとこうアグレッシブにした感じの、ただこの辺とかもすごくこう純正の形状のまま起こしてるんで、そんなにこう大きくイメージを変えず大胆に形状というかデザインになってこんなのがついてます。そしてあとは前リップもごっそり交換されて、これ3ピースになってるのかな、一応ここで真ん中と両サイドっていう感じですけど、こんな感じのリップで、結構 X6M パーツまだまだ少ないんで、純正からプラスアルファでアクセントが効いたものに変えたいなんてことには非常におすすめじゃないかと。でこの辺なんかグリルなんかももう大胆にカーボンと。で結構 M はカーボンのパーツ似合うんで、まあ、この辺なんか、非常に人気も出そうな感じです。そしてボンネット、今回は純正なんですけど今開発中ということで、こちらもゆくゆくまあ、マイバッハみたいなおそらくアグレッシブなデザインのカーボンフードが出てくるんじゃないかなと思います。でもちろんこれも全部 TIFF 適合してるんで、まあ、非常に信頼性も高い製品がゆくゆく出てくるみたいです、はい。さあ続いて紹介するのはこちら V クラス W447 V クラスでございます。こちらのデモカーというよりかは会社の、まあ、車っていう感じで、まあ、3年8万キロ経過してるんで、まあ、ちょっと洗車とかしてないのご愛嬌っていう感じなんですけど、さっき本当に仕事から戻ってきたそのままみたいな感じです。でこちらも外装全部コンプリートになってますんで、ちょっと紹介させていただきたいと思います。でこちらコンプリート、名前が付いててブラッククリスタルっていう名前のデモカーになってるそうです。で全部他の2台同様カーボンパーツと、はい、でかなりアグレッシブなデザインにドレスアップされた車両になります。もうベンツのこの
ツインブレードのグリルも全部ドライカーボンのグリルにごっそり交換されて、この辺は純正で全部付け替えされて、これラッピングかな、ちょっとブラッシュドっぽいこんな感じのラッピングされてるグリルに交換されてると。でこれだけでも十分インパクトあるんですけど、なんとこの下側バンパーもフルバンパーで交換されているそうです。でバンパーはさすがにちょっと面積大きいんで、こっちはファイバーになるそうなんですけど、この出てるカーボンの部分、こちらに関してはドライカーボンのパーツになってるそうです。で結構純正のちょっとのぺっとしたデザインのバンパーからかなり押し出しの強いバンパー形状になってます。でパーツ構成的には3ピース、まあ、こっちのベースのボディ同色の部分とこの上のヒゲの部分、あとこっちのリップの部分の3ピースの構成になってるみたいです。で両サイド上下でランプが追加されてて、上側がデイライトになってる、こんな感じになっております。そしてポイントとしてはここが黒で塗り分けされてるんですけど、この三角形、これがなんと黒いスワロフスキーがついているそうです。それがブラッククリスタルにちょっとつながるところという、こんな感じのアクセントになっております。で見ていただきたいのは、結構こうファイバーのバンパーってフィッティングどうなのって思うじゃないですか。ご覧ください。僕らエアロパーツ取り付け現場でいろいろ見させていただきますけれども、ほとんど純正と変わらないフィッティング、まあもちろんその取り付け技術の良し悪しっていうのもあると思うんですけど、非常にこの辺なんかもちゃんとラインが出てて違和感のない、3年8万キロ経過してても歪みとかほとんどない、非常にフィッティングのいい形状になっております。そしてあとはこのセンサー類、この辺も結構その商品製品の良し悪し出るところだと思うんですけど、この辺なんかも本当に純正みたいな、そんな感じの印象を受けました。そしてこのオーバーフェンダー、フェンダーライナーもついて、少しだけワイドになってるのかな、多分1センチぐらい、ただちょっと全体的なシルエットでこのフェンダーが少し出て見えるだけで、結構 V クラスのちょっとこうバンというか商用車感ちょっと薄れて、かなりデザイン性が高いエクステリアになってるんじゃないかと。あとカーボンのミラー、この辺なんかももちろんしっかりついてて、下側サイドスカートももう純正っぽい、なんかこの真ん中にアクセント入った、ただこれは一体なんですね、塗り分けでここだけカーボン出してる感じので、当然ドアが開きますんで3ピースの構成になってると。そしてホイールの方も一応こちら V クラス専用かな、オリジナルのホイールが装着されてると。これもあの GLS で履いてたホイールと一緒で、ちょっと純正ライクなところもちょっと残しつつ、アクセントでスタイリッシュなホイールになってると。でこれも例のエンブレムが装着されている。さあそしてリアも、これもごっそりバンパーごと交換されているそうです。でフロント同様、この辺はファイバー で、あとはこの真ん中がドライカーボンので、結構こう立体感が増してるんで、後ろのこのデザイン性の高さ、アグレッシブな感じになってるんじゃないかな。でこれもどっかで見たことありますね。そうです、63の純正品がつく形状になってるらしいんで、この辺は63の S クラスって言ったかな、 S クラスのマフラーエンドと合わせて一応製品になるようになってます。そしてこちら、こちらも真ん中にベンツマークが、これも S クラスのハイマウントかなが移植されて、製品になってるそうです。で真ん中にはこのラルーテのエンブレムついてて、あとはこのリアゲートのガーニッシュだったりだとか、こういった細かいところもしっかり、あとルーフスポイラーもカーボンのものが装着されています。でこの辺も見ていただくと、本当にフィッティングの良さお分かりいただけるんじゃないかなと。でこれが3年前に完成してるっていうのは結構すごくないですか、このビジュアル。そして3年経過してもこのフィッティングの良さ、はい、こんな感じのエクステリアだと。で今回の車はちょっとこのボディカラーと、あとこの上半分のラッピングで結構インパクトありますけど、やっぱりそれを際立たせるこのエアロパーツの相性は非常にいいんじゃないかと。で、まあ、最後になりましたけど、ブラッククリスタルのこのエンブレムもついてると。なんで結構 V クラス、日本ってまだまだこうそんなに幅広くカスタマイズの方向性っていうのがある車じゃないと思うんですけど、まあ一つ、まあ、カスタマイズの提案としてこんなのかなりいいんじゃないでしょうか。
というわけで今回ちょっとラルーテのデモカー2台を見せてもらいました。まあ、ホームページにいろいろ適合車種出てますんで、特に X6 とか GLE とか結構他のブランドでラインナップの少ないような車種も結構網羅してたり、特に SUV が多いのかな。で今後まあいろんなメーカー、まあ、話ちょっとだけ聞いたところによると、アメ車なんかももしかしたら手掛けていくかもしれないということで、まあ、割と新生ブランドではあるんですけど、まあ、非常にこれから注目のエアロパーツメーカーになってくるんじゃないかなと思います。もちろんボンドグループ各店で取り扱い可能ですので、ぜひお問い合わせください。というわけでドイツ出張編はまだまだ続きます。ボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。